皆さんこんにちは、さやぐさ心です。今回は私が一番苦手とするバンカーショットの動画を公開したいと思います。むずいね、これ。これは左足下がりのバンカーショットです。かなり手前にダフりましたね。この頃からバンカーの打ち方を研究し始めました。これもやっぱインサイドに入ってくるので、かなり手前から入ってしまってますね。少し外側に上げてみることを意識して次は振ってみました。するとしっかりクラブが抜けるようになりました。後ろからのスイングを見てみると、最後にこう体がぶれて伸び上がってしまいます。この頃はもうバンカーの出るイメージがなくなってしまっています。この練習方法はゴルフの真髄という番組に出た時にガボリプロに教わった方法です。砂を連続で打つことでバンスを使うイメージを養います。打つ瞬間に少し足が動いてしまいました。もう距離があるバンカーショットなので58度やめて52度、ちょっとロフトに立ったクラブでいきたいと思います。グリーンまで距離のあるバンカーショットはいつもより1番手大きなクラブを使うようにしています。フェイスをもう少し閉じて打っても良かったかもしれないですね。いきます。めちゃむずい。いったー、惜しい。どのバンカーショットを見てもそうなんですが、足が動いてしまうのとスイングが速くなってしまいます。珍しい。愛ちゃんは珍しいと言ってくれてますが、よくあるミスです。これは距離がなかったから出たって感じですね。ありがとう。90ヤード48度でいきます。このぐらい距離のあるバンカーはいつも通りのスイングで打ちます。割とこっちの方が苦手意識は少ないです。バンカー内の落ち葉や枯れ木は動かせません。前に傾斜しているバンカーショットはボールが止まらないので難しいなと思ってしまいます。ミスショットですが、なんとかグリーンに止まりました。前半はこんな感じで
全然うまくバンカーショットがなりませんでした。後半期待してもらえたらなと思います。ではバンカー研究頑張ります。